はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日はですね、ドラクエ11イベントですね、第2弾としてイベントクエスト3章4章が追加になっているというところですね。そこをやっていきたいですね。3章はい、じゃあこれでいきましょうか。で、リーズレットが仲間になるということで、どんな性能か気になりますね。事件はあったけど、オーブの情報はなかったね。これからどうしようか。それなら問題ないぜ。観光客がそれらしい噂をしていたぜ。さすが神、やるときはやる男なの。どんな噂なの？何でもとある金持ちの家から島の魔物が盗んでいったって話だ。鳥ね、鳥の魔物ね。そういえばこの近くに会長の幽谷と呼ばれる場所があったはずね。極楽町ですね。そいつは怪しいわね。行ってみましょう。リーゼットがね、ウルノーガに適した体勢だったら嬉しいけどね。山登りは疲れるの。お腹も空いたの。確かに無理は良くないわね。ここから休憩しましょう。ちょうどいい。ついでに腹ごしらえと行くか。俺が料理を振る舞ってやるよ。へえ、意外にどんな料理か楽しみだわ。料理ができたぜ。ワイルドだけどすごく美味しいの。神は器用なの。ほんと美味しいわ。家庭料理なら心得があるけど、こういった料理も覚えたいわ。私はもっと辛い方が好みね。唐辛子100本ぐらい入れたいわね。マジか、味覚音痴にも程があるだろう。はは、さて、腹ごしらえも済んだことだし、先に進もう。あ、なんか仲間になる？ああ。虹色の枝が光ってるの。きっとこの近くにオーブがあるの。ここは例の魔物の巣かな。キラキラしたものがいっぱいあるわね。キー、何してきた。このお宝は渡さないぞ。出てけ出てけ。キー、そうはいかないの。オーブを何としてでもいただくの。あー、極楽鳥出さないんだ。おい、オーブがあったぜ。やったの。これで3つ目なの。あと半分なの。順調ね。でもまあ手がかりが、あー、思い出したわ。急にびっくりしたの。何を思い出したの？そういえば子供の頃、海底で沈んだオーブがあるって話、聞いたわ。海なんて広すぎるぜ。とにかく行ってみよう。近くに行けばまた、枝が反応するかもしれないね。人魚ですよ、人魚。海底王国人魚。よしよしよし、いいんじゃないですか。
クリーンオブの行方。うん、海底沈んだってことは潜らないといけないのか。タクトの力でなんとかなるかな。そのタクトで海も潜れるようになるのか。マジか。でも、闇雲に探したって意味がないわね。当たりがあればいいんだけど。おお、旅のお方、どうか私たちをお助けください。どうしたの。最近海の魔物が襲ってくるんです。怖くて怖くて。それは大変ね。助けてあげましょう。いいわよね、てっちゃん。ありがとう。それじゃ魔物退治と行きましょう。ダックスデビルと見た。なんだっけ、そんな名前じゃなかったっけ。ダックスビル、ダックス、ダックスビル。ありがとうございます。これで一安心。とはいえ、料理に出るにはまだ問題が。その問題というのは、実は沖に魔物の親玉がおりまして、そいつを何とかしないとダメなのです。しょうがないわね。乗りかかった船っていうし、最後まで解決してあげましょう。お、ありがとうございます。おきえは私の船をお使いください。なあじいさん、助ける代わりと言っちゃなんだが、オーブについて何か知らないか。オーブ、そういえば昔グリーンオーブという立派な宝珠がこの辺りにあると聞きましたな。有力情報なの。早速魔物を倒してグリーンオーブを探しに行くの。本当はシルビアの船に乗っていくんだけどね。シルビアも出ずってことですね。対決クラーゴン。あれ、枝が光ってるね。もしかしてこの近くにオーブが。プギシャープギシャー。オーブじゃなくて魔物なの。いや待って、あの魔物が、持ってるのグリーンオーブじゃないか。きっとそうだわ。だとしたら一石二鳥ね。となれば何としても倒すわよ。キャークラゴンに捕まったの。助けてなの。モナン、あの伸びる触腕は危険だね。引き寄せてから移動も封じるみたいだ。となったら袋叩きね。周りの敵から慎重に倒していきましょう。マーマンダイン。武器。魔物を倒したの。グリーンオーブもゲットなの。海に潜らなくて、済んでよかったね。戻って村人に報告しよう。魔物を退治してくださりありがとうございます。どういたしまして。それじゃ私たちはこれで。お待ちください。確かオーブを探しているのでしたな。グリーンオーブならさっきの魔物を倒したら手に入ったぜ。それは良かった。ですがそれとは別の紫色のオーブの噂がありましてな。何でもこの近くの城跡にあるとか。まあ思わぬ収穫ね。それじゃあその城跡に行ってみましょう。はい、じゃあ今度要所ですね。
さっきの村人の話だとこの城跡に開かずの宝箱があるんだって。宝箱ってあれのことかな。宝箱なら盗賊の俺に任せな。開かずだかなんだか知らないが開けてやるぜ。はあはあ、お手上げだぜ。いつの間に魔物に囲まれてる。あんたがもたもたしてるからよ。しょうがないだろ。喧嘩してる場合じゃないよ。気をつけて。ゴールデンコーンかな。なんとかなったの。それにしても厄介ね。いっそ私の呪文で壊してみる。もし中にオーブが入っていたら一緒に割れてしまいそうね。それは危険だね。そうだ、メルトアからもらった魔法の鍵なの。もしかしてあいたの。パープルオーブゲット。マジか、さすが魔法の鍵。これであと一つなの。最後のオーブ探し。最後のオーブどこにあるんだろうね。きっとまだ行ったことがない場所にあるの。この辺りでまだ行ってないとなるとクレイモランの城下町ね。城下町か。それなら情報集めもできそうだし、いいんじゃないか。決まりね。それじゃクレイモランに向かいましょう。寒い。さすが雪国。だらしないなスラックと寒さなんて気合で乗り切るの。モナン、いつの間にそんな暖かそうな服を。かわいいわね。似合っているわよモナン。ありがとうなの。寒い寒い。どうでもいいから先を急ぎましょう。そうだな、ゆっくりしてると凍えちまうぜ。やっと城下町に着いたの。あ、虹の枝が光ってる。ということはやっぱりここに最後のオーブがあるってことだね。それじゃあ町に入るとするか。氷漬けの町。嘘でしょ。どうなってるのこれ。町も人も全部凍ってるじゃない。あまりの寒さに凍っちゃったの。とにかく無事な人がいないか探してみましょう。おお、まさか旅の方が来るとは。あなたは無事なようね。よかったわ。一体何があったの。少し前に魔女の封印が解けてしまって、魔女が呪文を唱えると町が氷漬けに。呪文でこれだけのことができるなんて、それに町ごと凍らせるなんてひどいや。
魔女ならこの先の湖に消えていきました。それじゃあ倒しに行くの、町を元に戻してもらうの。もし魔女を倒したら悪さできぬよう本に封印してください。本は魔女が持っているはずです。うちのパーティーにもその魔女いるんですよね、実はね。それにしても魔女は何が目的で町を凍らせたんだろう。そんなの聞いてみないとわからないの。それもそうね、何にせよあれだけ、強力な呪文を使えるんだから注意しなさいよね。さあここですね、いよいよ来ますね。見つけたわ、あれが元凶の魔女に違いないわ。あら、あなたたちは通りすがりの旅人だよ。どうして町にこんなことをしたんだい。そうね、本に長い間封印され、されていたのだけれど、その仕返しといったところかしら。封印が解けちまったのか、なんと迷惑な話だぜ。仕返しというにはやりすぎよ、町を元に戻しなさい。そうね、私に勝ったら考えてあげる。さあ私の腕の中で永遠に凍りなさい。せっかく自由になったのよ。邪魔するなら雪だるまにしてあげるわ。雪だるま、ちょっと楽しそうなの。でも動けなくなりそうなの。栄翔準備。あれが村人の言っていた本ね。モラン、それであいつを封印して。ちょっと待って、封印は言えよ。ねえ、謝るから許して。町を元に戻すから。これは町も人も元に戻ったようね。よかったわ。それじゃあこれで用済みなの。悪さできないように本に封印するの。マジか、悪魔だな。ちょっと待ってよ。それじゃあこれもあげる。だから許して。これは最後のオーブ。そのオーブに免じて許してやるの。それと悪さしないように私たちの仲間になるの。本位に封印されて死ぬほど退屈だったから、それよりかははるかにマシね。よろしくね。さあ、来ます。ここで3章4章は終わりになるんですよね。そうですね。でちょっとリーゼット見ときましょうか。仲間、A ランクでね。で特技が栄翔準備。自分の賢さを大幅に上げる。ヒャダルコを雪だるまにしてあげる。敵一体にヒャダ属性呪文大ダメージを与え、時々休み。射程3、ヒャド系ね。で耐性が
イオデン、メラ。イオデン、メラ。イオデン、メラ。ああ。ああ。じゃあ、ウルノーガ、巨大、超巨大ボスバトル？ウルノーガにちょっと使ってみようかな。はい、というわけで、イベントクエストですね、3章、4章をやっていました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。